フェラーリ 126C2 は、スクーデリアフェラーリが1982年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトが設計し、1982年の開幕戦から最終戦まで使用された。1983年は開幕戦から第8戦まで、回収型の 126C2 バイトが使用された。 126C には、バンク角120度の V6、ターボエンジン搭載マシンの2代目、から取られた。1981年より、シャーシデザイナーとして加入したポスルスウェイトのフェラーリ、第1作目であり、球体化していた、セミモノコック方式から脱却し、一般的なアルミハニカムパネルのフルモノコックシャーシに、切り替えられた。当時の他のグラウンドエフェクトカート同様、 サイドポンツーンのウィング構造を最大化したしわ寄せで、コックピットが前進し、ペダルは全車軸よりも前方に位置していた。タイヤメーカーはミシュランからグッドイヤーにスイッチ。エンジンは 126CEK で、チームとして初めて導入した V6 ツインターボエンジンを継続使用する。また、アジップと共同でウォーターインジェクションの開発も行い、 1982年シーズン後半から実戦投入された。エンジンの信頼性は高く、エンジントラブルによるリタイヤはなかった。シーズン中にはカーボンディスクブレーキを導入。ビルヌーブの事故を受けて、コックピット周辺にカーボンパネルの補強が施された。また、グラウンドエフェクトの強いダウンホースに対応するため、フロントサスペンションがロッキングアームから、 プルロート方式に改造された。これに伴い、サスペンションを覆っていた、ボディカウルがなくなった。フロントウィングは左右分割式から 312T シリーズと同じシングルプレートに戻された。シャーシナンバーが055から064までの、軽1 0台が新規に製作され、126CK の、シャーシナンバー 049B も1 2 6 c に化された。 A4QB の 126C にはヘッドレストが五角形のすり鉢状のくぼみがあったため容易に見分けがついた。この年、フェラーリは1979年以来となるタイトル争いに絡んできた。1982年は放置とフィザの対立が激化した年でもあった。その中で様々な事件が起こった。フェラーリにとっては二人ものドライバーが事故によって 戦列を去り二度と復帰することはなかった悲劇のシーズンを走ったマシンだった。ロングビーチで行われた第三戦アメリカ西 GP で2枚のリアウィングを前後にずらして互い違いに装着し、ウィングの幅をマシンの全幅規定いっぱいとしたダブルウィングを投入。リアウィングの幅は1 1 0 0ト、mm、ル以下との規定を拡大解釈したものだったが、これは 当時流行った水タンクを使用した車重の軽量化に抗議するものだった。結局3位フィニッシュしたビルヌーブは失格となるが、開幕戦でのリザルトでのウィリアムズとブラバム勢が失格となった。第4戦3割の GP は、リディエ・ピローニとジル・ビルヌーブのワンツーフィニッシュとなったが、ピローニがチームオーダーを無視しビルヌーブの優勝を奪ったことで、 ドライバー二人の関係は極度に悪化してしまった。ゾルダーで行われた翌大5戦ベルギー GP の予選中、126シーニョーカルビルヌーブが予編、マスノマーチ821に乗り上げクラッシュ。マシンは前半部分が破壊され、さらにシートベルトがちぎれてビルヌーブはマシンから放り出された。結局彼は背骨など複数箇所を骨折しており、死亡した。 第8戦カナダ GP では、ピローニがポールポジションを獲得するも、スタートでエンジンストール。そこに、後方からのスタートだった、オゼッダ FA1C を狩るリカルド・パレッティが、フルスピードで衝突。ピローニに怪我はなかったが、パレッティは、強格破裂で死亡した。さらに、第12戦ドイツ GP では、ピローニが、アランプロストのルノを RE30 バイトに、 後方から激突。フロント部分が完全に押し潰されたせいで、両足粉砕骨折を負い、F1 からの引退を余儀なくされてしまった。レギュラードライバー2名の相次ぐ不幸により、ドライバーズチャンピオン獲得は不可能となったが、代役として起用された、パトリック・タンベイとマリオ・アンドレッティが検討し、最終的に1982年のコンストラクターズチャンピオンを獲得することができた。 シャーシエンジン 126C2 バイトは1983年より導入されたフラットボトム規制に対応する形で 126C2 を改造して製作された。グラウンドエフェクトのダウンホースが利用できなくなったため、前後のウィングを大型化し、リアウィングの翼端板を延長して、外側に小型のウィングレットを取り付けた。また、後輪荷重を稼ぐため、 ブラバム BT52 と同様にラジエーターなどの補給類をエンジン周辺にまとめ重量配分を後ろ寄りにした。126C2 バイトは本来の1983年用マシンである 126C3 の製作が遅れていたためシーズン半ばの第8000カナダ GP まで使用され2勝 4PP と活躍した。126C2 として製作されたシャーシのうち シャーシナンバーが063から065までの計算台が 126C2 バイトに回収された。シャーシエンジン。ありがとうございます。